やってないやろね。棚田さんはやってないだろうね。やってないね。ああ、車がないやな。古橋のため息でございます。ずいぶん水入ってるね。前回2回ぐらい来てんだけど、もうそこが見えるぐらいね、水少なかったね。あ、いつやったっけ、去年の夏ぐらいやったかね、ものすごく少なかったんやけど、久しぶりでございます、こんな水がね、いっぱいなのは。やってないな、棚田さんやってないね。あれ、次は何を釣ってあるのかね。あ、どこや、あの辺500メートル先やけど、ここや。なんか釣ってはんねやろね。終わらんな。ん、リール巻いてるか。ん、リール巻いてるね。ブラップバスがおる言うて、まあ指とあったんやけどね、その人のね。これずーっと一緒回ると1時間ぐらいかかるんですよね。以前回ったね、これずっとね。一瞬回ったら1時間ぐらいかかるんですよ。大変ですわ。あの入り江になってるからね、ずっとね、奥まで入り込んでね。あそこに宗坂古墳があんねんけど、あの奥にね。一回あの辺入ったけど分からんとね。どこあんねやろね。今日はちょっとね、あと用事があるから行からへんねんけど。はい、ありがとうございました。古橋ため池でございました。棚田さんおるかなと思って来たけど、いなかったね。はい、ありがとうございました。なんか昼来るやんって、昼1時ぐらいが来る言うてあったんでね、ひょっとすれば思ったけど、車来てないか。あそこにね、車、赤い車止まるんでね、来てないね。はい、じゃあ帰りましょう。ありがとうございました。古橋のため息でございました。